このボイシーでは再三、人生を変えていくためには、また学んで成長して変化していくっていうことの大切さや、その時に重要なこととして繰り返し繰り返し伝えさせていただいているのが、どのコミュニティに自分を所属させるかです。これもうむちゃくちゃ大事なテーマだなというふうに思っていて、もしかしたら昔インターネットがなかった時代っていうのは、例えば小学校、中学校、高校でやれば、同じ学校の同じクラスの人としか出会う機会がなかったかもしれないし、社会人になってからも同じ会社の人としか会えなかったかもしれないけれども、今どうですか？このスマートフォンを全ての人が手に持つようになってね、いつでもどこでも誰とでもつながれるようになった。もちろんこれはメリットの方が圧倒的に多い。だけどそのことによってつながりたくない人とも触れ合う機会も増えたっていうことも含めて、自己選択、自分で選ぶっていうことがむちゃくちゃ大事になって、自己選択できている人の豊かさはもうどこまでも無限に広がる、そんな時代になったなというふうに思っております。そんな中でビジネスにおいても人間関係においても、やっぱり自分に合ったコミュニティを選ぶっていうことがすごく重要だということも、これね本当重要すぎるので何度も繰り返し伝えさせていただいております。でね、僕もありがたいことにたくさんの、人とかこうコミュニケーションを取るコミュニティを持ってるんですけども、その中で一番今中心となっているのがやっぱりオンラインサロンカモビズ、学ぶ大人のコミュニティになっています。一人だけちょっとね紹介しようと思ってるんですけど、ここでヒロティさんっていう方がカモビズに入会して、自分に起きたビフォーアフターを送ってきてくださったので、ちょっとご紹介しようと思います。1つ目、学ぶことが楽しくなった。Before、 自分の人生を諦めて毎日惰性で過ごしていた。 After、 学ぶことが楽しくなり自分のことが好きになり見える世界が変わり、周りの人と比べなくなって逆に周りの人の意見承認できるようになって人生が楽しくなった。2つ目、時間とお金の使い方が変わった。 Before、 意味なく残業し疲れて帰ってからはスマホを見てダラダラ過ごし、いつも睡眠不足で疲れていた。セミナーや講座にお金を使うことに戸惑いがありました。内容が気になっても金額を聞いて無理だと申し込みをやめてしまっていた。アフター、定時の時間を意識して働き、888戦略で空いた時間でボイシーや YouTube、 読書で学ぶ時間を確保するようになり、帰って睡眠時間も6時間以上確保するような生活習慣に変わった。セミナーや講座でお金を自分に投資することに躊躇がなくなり、むしろ自己投資をしていくことで自分が幸せになっている実感が得られるようになった。3つ目、素直に人を応援できるようになった。 Before、 他人のことは無関心で自分のことしか考えられていなかった。アフター、自分のお金と時間をクラウドファンディングやボラスタでの応援消費に使うようになりました。そのおかげで承認空間で幸せを感じることが本当に増えた。カモビズで一生ものの素敵な仲間と出会え、こんなにも自分が成長できて自分の人生が豊かに変わったことに感謝しています。このコミュニティを選択して本当に良かったと思います、というね、そんなありがたいというかね、嬉しい、メッセージいただきました。でもこれカモビズに入った人結構共通の思いなんじゃないですかね。まとめて3つちょっとご紹介しますね。1番目、学ぶことが楽しくなった。2番目、時間とお金の使い方が変わった。3番目、素直に人を応援できるようになった。これらの価値が手に入る、やっぱコミュニティの選択なんだと思います。でね、このヒロティさんのような人がいっぱい出てきているオンラインサロンカモビズなんですけど、やっぱりね、サロンオーナーはもちろん僕なんですけども、僕だけじゃなくて、ここにすでに所属しているサロンメンバーさんがやっぱりね、与える人がめちゃくちゃ多いっていうのが大きいんだろうと思います。実際ね、カモビズのサロンメンバーの方でどういう方がいらっしゃるかのうちのちょっと一部、情報発信をしている人たちのご紹介だけさせていただくと、まず YouTube で情報発信している方々、なんとチャンネル登録数10万人以上の方が5人います。もう銀の盾の補充者5人、そしてチャンネル登録1万人以上の方が12名、トータルのチャンネル登録数が250万人以上です。
さらに出版、本を出しているメンバー33名、オンラインサロンの主催をしている人24名、だから24人のオンラインサロンのトップが集まっているオンラインサロンなんですよ。そしてクラウドファンディングのプロジェクトを立ち上げたことのあるオーナー101名、そして、セミナー講師などの講師業を専業にしている方71名、そしてボイシーパーソナリティの方25名というですね、もうとにかく普段から情報を与えまくっている人がメンバーにたくさんいる。やっぱそういう人からも刺激を受けられます。でやっぱりね、そういう人って僕からの情報も自分のコミュニティメンバーにどんどん発信してくれてると思うし、その人がそのコミュニティで経験したことや、体験したことなんかをね、うちのサロンメンバーにもシェアしてくれてるように感じています。こんな風に良い情報がとにかく集まりまくっているオンラインサロンカモビズですが、なんとちょうど2024年1月からとんでもない新サービスが始まります。そのサービスのご紹介をさせていただこうと思います。その名もカモビズフリックス。カモビズオンラインサロンメンバーに無料でカモブックスの書籍を自宅にお届けするサービスがついに2024年1月からスタートいたします。これは無料になっています。もちろんね、オンラインサロンの費用をいただいているので、その費用の中でね、カモブックスから出る書籍を送らせていただこうというふうに思っております。で、なんでこんなサービスをすることに決めたかっていうのをね、オンラインサロンメンバーに送ったメッセージちょっと読もうと思います。今回カモビズメンバーに無料でカモブックスの書籍を届けるサービス、カモビズフリックス、スタートすることになりました。このダイナミックなシステムをリリースする理由はかなり強くて深い分析が背景として存在するので、これから丁寧に説明するので、よく読んで、理解した上で取り組んでほしいです。現在、カモビズのメインコンテンツでもある日刊カモガシラタイムズでは、ビジネス脳を鍛えることを目的としています。具体的には以下の5つの思考力。論理的思考、センターピン思考、分析思考、クリティカルシンキング、アナロジー思考。これまでに数千回記事を書いてサロンメンバーに読んで学んでもらって分かってきたことがあります。それは人によって読解力に差がある。ある意味予想していた通りのデータだ。そしてこの読解力の差はどんな習慣に最も影響を受けているのか、様々な仮説を持って検証してきた結果、結論が出ました。読書量だ。読書量は全ての人の共通の読解力のベースに影響している。誰でも1秒であらゆる情報を手に入れられるようになったインターネット上に無限に情報が溢れている時代、マスメディアでもインターネットでも恣意的で誤った情報が溢れかえっている。だから多くの人は間違った情報で判断ミスをしてしまったり取り違えて苦しんでいる。それはなんでこんなに勉強しているのにうまくいかないんだろうという感覚。こんな時代に必要な情報収集スキルとは、広大な砂浜から星の砂をピンポイントで探し当ててピックアップする力だ。この絶対的に手に入れておかなければならない読解力を身につけるシステムはやはり読書量がベースだ。凡人ならこの読解力を読書によって手に入れることが必要だ。そこでカモビズメンバー限定で強制的に読書をする習慣を身につけるシステムとして企画したのがカモビズフリックス。カモブックスから発刊される書籍をあなたの自宅に無料で強制的に手に取っていただき、さらにサロン内で気づきをアウトプットするという仕組みを用意しております。このサービスは完全無料で、カモビズメンバーなら誰でも新刊が出るたびに書籍を受け取れることになるので、希望の方は、住所を送るようにしてくださいというメッセージを発信しております。ちょうどですね、12月の入会した方にはこのね、住所登録が12月までに終われば1月に新刊出ることが決まっておりますので、もうこのサービスで早速1月に本が届きますので、ぜひぜひこの素晴らしい良きタイミングにカモビズに入会してくれることをお勧めいたします。ぜひ待ってます。最後のお知らせでございます。今年の12月21日、豊洲ピットで歌手デビューをします。
まあ、とにかくこのチャレンジライカベイビーというコンセプトで、まあ、NFT もやってるし、アーティスト活動もスタートいたします。まあ、なんせ歌を歌うというよりもどちらかというと、あの頃諦めた夢、今から叶えろというメッセージを伝えるために、僕自身が19歳で諦めてしまったプロの歌手への道をもう一度チャレンジする姿を見てもらおうということでスタートした、企画というかね、もうな生き方でございますので、その本気で大人になったらこんなに夢叶えられるんだよということをね、見せようというのが、こう趣旨になっているので、ぜひね12月21日は歌を聴きに来ないでください。挑戦する姿のね、こう見届け人としてトヨスピットに来ていただきたいと思っております。チケットのクラウドファンディングの URL 貼っておきます。迷ったら来て、絶対絶対元気になるから、やる気あふれるから、そんな空間になっております。オンラインサロンカモビズのメンバーは必ず来てください。ただね、あの普段はあのロム線でいい、読むだけでいいって言ってますけどね、ぜひそのサロンオーナーのトップがもう本当に命がけで挑戦している姿見た方がいいです。今回挑戦するのにかけたコスト約4000万です。まだ回収しきっておりませんが、もうこれから全力でビジネス的にもね、ちゃんと黒字化するようにきっちり、やりきろうというふうに思っておりますので、まずは12月21日のトヨスピット、その姿を見に来てください。お待ちしています。ということで、今日という一日が皆さんにとって最高な一日になりますように。せーの、いいね。昨日ね、カモバンドがデビュー前にね、オンラインサロンメンバーがコピーバンドのデビューライブやったんですよ。ひどくない？まあ嬉しいんだけど、ちょっとはしゃぎすぎて声枯れちゃってます。